リナ。魔法のランプ発動。そして。お年玉チャンス。あったかい。いいでしょ。ちょっと変な気持ちになりますねこれ。なかなか日常生活してたら全身ローションかけてもらえることなんてないもんね。お仕事よりはありません。え？ああプライベートで逆にあるんだ。どちらかといったらどっちか選ぶ。さあ丸山さんよろしいですか。お年玉ゲットなるか。さあ今丸山さん。貫禄のスタートです。さあやっぱアウトコース、お、入れた、あ、ちょっと出てた、お、いけるぞ、あ、そこから2を狙ってたんで、こっから真ん中にうまくいくのか、あったー、なんでー。丸山墨汁プールへ。残念ながらお年玉ゲットならず。丸山さんの人格になってます。マジですか。はい、でもやっぱ思うようにやっぱ難しかったです。難しいでしょ。ボールの気持ち、ボールっていうか球の気持ちにはなったんですけど、でもやっぱりなんか所詮私は人間で球にはなりきれないじゃないですか。球の仕事があるから、それまでやっぱ自分なりに人間として球を頑張って球になろうと思ったんですよ、はい、だからなかなかやっぱ言うこと聞かない球で私は。まあそうですよね。